プロトン K を使用。四段式のプロトン K は静止トランスファ軌道に約4.8トンの打ち上げ能力を持つ。任務によっては様々な形式の四段目が追加される。最も単純なブロック D は惑星探査ミッションに使われた。ブロック D は飛行制御を探査機に依存して誘導装置を持たない。三種類のブロック DM 派生型は高軌道への打ち上げに使用された。 低軌道への打ち上げには4段目は使用しないため、3段に搭載した後方装置を使用。ブロック D、DM の燃料はエンジンの周囲、酸化剤タンクの後方に設置されたドーナツ型のタンクに貯蔵されるという珍しい方式であった。45年間使われてきたプロトン K は2012年3月30日に310機目となる最後の打ち上げが行われた。 ありがとうございます。